シカゴジャパンフィルムコレクティブをご覧の皆様、監督脚本の松浦はじめです。前村千秋役の前村千秋です。前村さんはこの映画は日本で活躍するミュージシャンの前村千秋さんの、セルフプロデュースで作られた、公式ドキュメントになります、はい。前村さんの要望で、通常のドキュメントでは面白くないのでどんどんめちゃくちゃにしてくださいということで、僕はオファーを受けて初監督作品。最初はドキュメンタリー撮りたいな、ドキュメンタリー撮ろうよって松浦さんに言って、でも普通のだとちょっとつまんないかもって、だから途中からこれ現実なのかフィクションなのか分からなくなるようなものを作ってください、自由にって言ったら、松浦さんの自由なクリエイティブ発想が大爆発した作品が生まれてすごく良かったです。自由に作ってくださいっていうことだったので、はい、どんどん日本の漫画アニメ映画、そういったものの引用すべて好きなものをどんどん詰め込んで作った、自分で言うのもなんですけれども、めちゃくちゃな映画と、めちゃくちゃ。どんな気持ちで演じましたかって。どんな気持ちで演じました、遊びにあたって。I acted as if I were Angelina Jolie。 日本のインディーズ感あふれるめちゃくちゃな映画をちょっと広い心で楽しんでいただけたらなと思います、本日はありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。